オキアニ部長の又吉とかがお届けしています。それでは皆さんお待ちかねのこの時間はリサさんからのコメントをお届けします。オキアニをお聞きのリスナーの部員の皆さん、部長のさとこさん、こんばんは。お久しぶりです。リサです。はい、最近の私リサですが、ライブに向けて体力づくりを必死でしております。というのも前回のツアーがこう一旦終わってから3ヶ月くらい空いてますので、その間にめちゃくちゃ運動してます。もうとにかく自転車を30分漕ぐんですけど、30分だとワンライブ終わらないんですよね。だから頭からこう自分でセットリストで流していくんですけど、いつも30分で終わるから、いつも同じところで終わるそろそろ私学習した方がいいと思うんですよね、途中から始めるっていう。はい、そんな風に体力づくり行っております。そんな私リサですが、両 A 面シングル明け星白金をリリースしました。明け星ですが、こちらはテレビアニメ鬼滅の刃無限列車編のオープニングテーマ曲になっています。こちらはオープニングテーマらしく、最初からこう無限列車編を表すようなこう電車のドッ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 と進んでいくようなギターのサウンドがすごく印象的な楽曲になっています。かと思ったらサビになるとすごく広がりを見せて、広がっていく中でなんかこう無限列車編の夢をすごく表している楽曲になっているなと思います。そして白金についてですが、こちらもテレビアニメ鬼滅の刃無限列車編のエンディングテーマ曲となっています。こちらは明け星に対してすごく疾走感のある突き進む楽曲になっています。どちらもホムラに続き、再び梶浦由紀さんとご一緒させていただいてます。はい、沖縄なかなか行けてないですけれども、もう本当に何度もね沖縄に行こうと思ってたんですけど、今はまだと思っています。もちろんライブ推しにも行きたいし、個人的にも行きたい、そんな風に思っています。以上リサでした。では両 A 面シングル明け星白金から明け星を聞いてください。今日もいい日だ、バイチー。さあ今日はリサさんからのコメントとともにお届けしています明け星。この曲なんですけれども、第63回輝く日本レコード大賞にて優秀作品賞を受賞しております。でさらになんですけれども、12月31日のあの紅白歌合戦に、はい、3年連続で出場が決定しました。いやーね、リサさんのねお顔、沖縄で生で見たいなって思うところなんですけれども、本当にもう少しかもしれないんですが、まずはテレビでね年末の大舞台に立つリサさんの姿見ることができそうですね。もう本当にあのホムラの時の感動が私ちょっと今蘇ってきていて、あの時のねリサさんのお顔がねもう本当に素敵だったんですけれども、今回もね素敵な楽曲とともに、はい、年末を彩ってくださるので、沖縄からもねその様子しっかりと私も拝見したいなと思います。さあ今日は11月17日にリリースとなりました鬼滅の刃無限列車編明け星白金から明け星、こちらをリサさんのコメントとともにお届けしました。